宿王国は、パンジャーブ地方など、インド北西部を支配した宿教の王朝。ムガル帝国との対立なあなくを回祖とする宿教は、元来は平和的な宗教であったが、イスラーム勢力であるムガル帝国の政治的圧力と、インド人の有望な性格など、書元が重なって、宗教団体が次第に政治組織、軍事組織化されていった。第四代グルのラームダースは、アムリトサルに、 黄金寺院を建立した。さらに、これまでの歴代グルが、指定総称性であったのを血脈総称性、すなわち世襲制に移行させた。1581年にラームダースが死去すると、息子のアルジュンが後を継いだ。アルジュンはアムリトサルを拠点に定め、不完全ながらも税制を整備するなど、宗教が宗教団体から政治結社に変貌していくことになった。 政治結社に変貌していくとなれば当時、インド北部で大勢力だったムガル帝国と対立するのは必然であった。ムガル帝国は第三代皇帝。アクバルの下では宗教優和が保たれ、アルジュンはアクバルと協調した関係を保ち、その保護を受けた。だが、1605年にアクバルが亡くなると、後継者のジャハーン・ギールは、政典改革をめぐって、 アルジュンと対立するようになった。1606年、アルジュンは、ジャハーン・ギールの巫女、フスローを支援したため、逮捕されて殺害された。なお、この事件が原因で、宿教に殉教精神が芽生えることになる。後を継いだ、第六代グルのハルゴ・ビンドは、先代の息子で、父の仇を報じるために護衛兵制度など、教団改革に着手した。このため、政治宗教結社が、 軍隊まで揃える事態になった。第9代グルのテーグバハードゥルは、インド全土や国外にも宿教を、布教活動をしようとして、威教と抑圧姿勢を見せていたムガル皇帝のアウラングゼーブと対立し、1675年にデリーで処刑された。その後を継いだ息子の第10代グレゴービンドシングは、その復讐を唱えて、ムガル帝国と本格的に軍事衝突した。 その一方で、英字殺害や巡礼参拝などを廃止して、禁酒、禁煙性を定めるなど、組織の強化を図った。1707年にゴービンドシングは、ムガル皇帝バハードルシャー一世に基準したが、デカンへの遠征への最中に、アフガン人に暗殺された。彼の息子は、ムガル帝国との戦役で死んでいたため、遺言によりこの後は、聖典が来るとされることになった。 ミスルの形成とアフガン軍の侵攻。ムガル帝国はアウラングゼーブの時代に最大半島を形成したが、その晩年に帝国は分裂の傾向が強まった。アウラングゼーブの死後、18世紀には短命な皇帝と内紛が相次いで帝国は急速に衰退した。一方、宿教トらはゴービンドシングの死後、 バンダーシング・バハードルに率いられ反乱を起こしたが、1716年6月19日に帝国により処刑された。さらには、1740年以降、アフガン勢力ドゥッダーニー・朝の王アフマド・シャー、ドゥッダーニーが北インド一帯に遠征し、破壊や略奪により、パンジャーブ一帯は混乱に陥った。この過程で、シク教との軍団は12のミスルに分かれ、 それらの宿主張は各地に城塞を築き、事実上パンジャーブを支配した。だが18世紀末になると、ミスル間で対立が起こり、1798年11月には、アフガン勢力がパンジャーブに侵入し、ラホールなどを占拠し、拠点たるアムリトサルにまで迫った。宿王国の前世紀を築いた、ランジートシング混乱が続く中、スケルチャキアミスルの主張にして若き指導者、 ランジート・シングはその実力を見せ、1799年7月にはアフガン勢力からラホールを取り戻した。そして、1801年4月に彼はラホールで王位を戦し、祝王国を創始した。また、ランジート・シングは、領土の拡大にも力を入れ、即位後まもなくサトレジ側異性の処ミするを配下に、収めることに成功した。 彼と対立していたサトレジ川伊藤の宿主長はイギリスに援助を求め、1809年4月25日にランジートシングがイギリスにサトレジ川を越えることを禁じる不可侵条約アムリトサル条約を結ばされた。1802年にランジートシングは聖地アムリトサルを奪還したのをはじめ、1809年にはジャンムーを、1810年にワズイーラーバードを、 1812年にインダス川流域のアトックを、1818 18年にムルターンを、1819年にカシミールを、1821年にはラーワルを、ピンディを、1834年にはペシャーワル征服してハントとした。これらの征服活動はランジートシングの知性を通して行われ、そのハントはパンジャーブを越え、北西インド一帯にまで及んだ。 征服活動で獲得した領土にはムスリムが多く、祝王国の宗教人口はムスリムが70%、祝教徒が17%、ヒンドゥー教徒が13%となっていた。ランジートシングの宮廷には非常に優秀な人材が揃っていたという。彼は祝教徒だけでなく、ヒンドゥーやムスリムも平等に登用し、大臣や指揮官にはヒンドゥーやムスリムも少なくなかった。 彼の右腕たる重要な最小は、ムスリムのファキール・アズ・イーズ・ティーンであり、財務大臣は、ヒンドゥーの D ・ワン、D ・ナ・ナートであった。ドゥリープ・シング・ランジート・シングの晩年、四国王国は、北西インドにまたがる、大帝国となっていた。彼は、外交戦略と軍事力によって、イギリスの支配を廃止、19世紀において、マラーター同盟が滅亡した後も、王国はインドで、 唯一の独立国としての地位を保持した。とはいえ、ランジート・シングは王国をイギリスの植民地支配の脅威から一時的に先伸ばしただけに過ぎなかった。イギリスはインドの大半を植民地化しており、その脅威を根絶することは不可能であった。1839年6月27日、ランジート・シングがラホールで死ぬと彼の死後、王国は 政治不安に陥り、深刻な後継者争いとなった。政権は目まぐるしく交代し、腐敗した指導者らが実権を握っては失脚、殺害された。こうして、1843年9月にランジーと、シングの末の息子ドリープシングに王いが渡ったが、まだ5歳の少年であり、一連の内乱で台頭した、カールサーと呼ばれると強力な軍団が政権を握っていた。 ソブラー王ンの戦いカールサーは愛国的で勇敢であったが全く統制の取れていない軍隊であった。その結果、1809年にランジート・シングと不可侵条約を結んだイギリスは、それが忠実に守られていたにもかかわらず、祝王国の広大な領土に目を向けるようになった。1845年12月、祝王国の軍隊は、 イギリスの挑発的な行動に乗せられ、イギリスとの戦争に突入した。ところが、最初のラールシングと、軍総司令官の定時シングは密かに、イギリスに通じていた。1846年3月8日、宿王国はイギリスに敗北を認め、ラホール条約を結んで講和した。これにより、首都ラホールには、 イギリス人の駐在官が置かれ、王国はカシミールなど多くの領土の割譲を余儀なくされ、軍隊も縮小を余儀なくされた。またこの時、イギリス側に協力したジャンムーの領主グラーブシングは500万ルピーの支払いの見返りとして、ジャンムーカシミール地方を割譲され、ジャンムーカシミール藩王国を建国した。同年12月16日には別の条約の締結を余儀なくされ、 イギリスの駐在官は王国においてあらゆる権限を行使できるようになった。また、イギリスは自らの判断で王国の各地に駐屯地を置くことが認められた。しかし、1848年5月、これらの植民地支配による各種の改革に不満だった人々が反乱を起こし、第二次祝戦争が勃発したが、弱体化した祝王国はもはやイギリスの敵ではなかった。こうして、 1849年3月26日、四国王国はイギリスに降伏し、同月29日にイギリスはその領土を併合し、インドの植民地を完成した。ありがとうございます。